コイントスでキックする側、そしてレシーブする側、これを決めることになります。かつてアメリカンフットボールを題材した漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた開脚を武器にした主人公が活躍しました。その戦友は別の競技を愛しながら評価されず、失意の果てにこの競技にかける友人、そしてそれを導いたのは心優しい巨漢と犯罪すら厭わない悪漢でした。それを支えた姉たちが理解者であり、この者たちの奮闘によってかつてはいじめた者たちが影に入って助け、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め波打つ強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界が生まれていようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに生まれようとしています。ここから世界が劇的に変わり、劇的に動こうとしています。平成3年12月5日、沖縄 ANA スポーツパーク浦添にて2021首里城ボール琉球ガーディアンライオンズ対沖縄ドラゴンズの一戦が始まります。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。コイントスのセレブレーターはミス沖縄スカイブルー岩本かな様です。ポイントスの選択権は琉球ガーディアンライオンズ。ライオンズのレシーブ。沖縄ドラゴンズキックオフ。キックで琉球ガーディアンライオンズリターンで試合が始まります。まずは沖縄ドラゴンズのキックオフで試合が始まります。沖縄ドラゴンズキッカーは26番アブラハム・カラシス、カシラス26。琉球リターン。ここでタッチキルです。自陣19ヤードの一発のボールが自陣19ヤード金でボールダウン。ここから琉球の攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃はボールを持った選手が倒れたところまでを1回としダウンと称します。回数に応じファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンと称します。
攻撃権は4回、4回で10ヤードスピー攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点ゾーン、エンドゾーンを目指します。そして2009年学生日本一、沖縄自陣19ヤードからファーストアンテン、1回目の攻撃、攻撃権更新には10ヤードの前進が必要。いきなりパスプレイ、早速ファーストアンテンの攻撃、まずはパス失敗、パスは不成功。アメリカンフットボールはボールの開始地点から1回だけ後方より前に投げることが許されています。パス失敗ですと元の地点に戻り次の攻撃となります。したがって琉球セカンドダウン2回目の攻撃となります。まだ本戦いきなりパスから始まりましたけれども、まあ、ここは一気に前で陣地を回復したいというと、琉球ガーディアンライオンズ自陣19ヤードからセカンドダウンテン、2回目の攻撃、攻撃権更新には10ヤードの前進が必要、はい、さあセカンドダウンになります。ショットガンフォーメーションからランです。ここで中央へのランプレーだ。バンブルだ、バンブルだ。さあカバーするのはどちらになるか。カバーした。カバー。これは沖縄ドラゴンズバンブルリカバー、そのままタッチダウンということになります。これは今ビッグプレーが出ました。ここで琉球ランプレー、ボールを持たせて中央突破を図りました。しかしこの時にボールをファブ。ファンブルを抑えたのは沖縄ドラゴンズ、はい、したがって攻守交代です。ターンオーバー。そうなんですね。ボールをこぼしてしまうと、どちらのチームにもその権利があります。それをカバーしたのが沖縄ドラゴンズ、そのままタッチダウンということで6点入ってしまいました。カモさん、琉球ガーディアンライオンズいきなり陣ピンチを攻めます。ゴリゴリできましたね。沖縄ドラゴンズ相手陣1ヤードからファーストアンテン、得点を上げるまで1ヤードの前進でタッチダウンとなります。琉球防げるか。ドラゴンズセットバックからのプレーとなります。ハイフォーメーション、中央のランプレー、これが止められるか、あーっと止めたか、はい、タッチダウン決まってしまいました。スーポイントコンバージョン成功ですということで2点、失礼しました、先ほどのプレースーポイントコンバージョンでした。先ほどファンブルリカバー自体がエンドゾーンの中でのリカバーでした。したがってその時点で沖縄タッチダウン、得点をしております。タッチダウンによる得点は6点、そして先ほどはタッチダウンの後のボーナスプレーのワンプレー、ツーポイントコンバージョンでした。これをエンドゾーンにボールを持ち込みましたことによって2点加点します。したがって沖縄ドラゴンズ8点、琉球ガーディアンズ0点、琉球ガーディアンズいきなり失点を受けました。これを反撃できるかということになります。そして試合は沖縄ドラゴンズのキックオフで試合が始まります。ラグビーと違いアメリカンフットボールは得点を上げた方のキックオフで試合が再開します。したがって得点をされたチームの反撃の機会が今から始まります。さあ沖縄ドラゴンズのキックオフです。琉球リターン、このまま戻します。どこまで戻せるか、前にブロッカーが陣でる、おーいいリターンになりましたね。ナイスリターン、リターナー2番、右オープンを展開しブロッカー生かしながら約20ヤードのリターン、リターンしましたが2番ジャケル・ジョンソン、やっぱりランプレーの方がいいですから確実に進めていくというような形でいいと。そうですね、あの序盤はしっかり確実に進むというようなランプレーがあると思うので、琉球自陣30ヤードからファーストダウンテン、1回の攻撃となります。攻撃権更新には10ヤードの前進が必要。ショットガンフォーメーション、クォーターバックがセンターから離れたこの陣形をショットガンと言います。パスに展開します。左へパス、あ、またファンブルです。パス不成功です。クォーターバック7番、ウェドルシーは2番へのピッチパスを手にしました。しかしこれはキャッチしきれず、パス不成功です。あわやファンブルでしたが、パス不成功、パス失敗と判定されました。止まってしまいます。取る権利はありません。さあそして今琉球自陣30ヤードからセカンドアンテン、2回目の攻撃、攻撃権更新には10ヤード前進が必要。攻撃権1回喪失した形となります。スコアボードのところで通常出してくれています。残り10秒でプレーを始める手がいきました。さあショットガンフォーメーションからセカンドダウンです。セカンドダウンで
ここでシャベルパス、下から投げる前パスです。ターゲットは2番、しかしこれもドラゴンズがアジャストし、むしろ5ヤードロスしています。前進をゲイン、後退をロスと表現します。大きいですからね。パスを取りましたのは2番ジャケル・ジョンソン。今のように Z 線を横に動かしながら、まあ、ダーチで進めるという設置を取っているわけなんですが、これも止められる。琉球ガーディアンライオンズ自陣25ヤードからサードダウン15、3回目の攻撃、攻撃変更進には15ヤードの前進が必要。パスシテーションです。さあ追い上げた、パス不成功。ここでリノルゾーンへのパスを投じました、クォーターバック7番。しかしこれはターゲットとのコミュニケーションわず、パス不成功となります。投げましたクォーターバックは7番藤原元 X1 リーガー。こちらアメリカのフットボールの場合ですね、いろいろこうアサインと言われる、まあ、作戦があって、まあ、それが NFL だと100以上あると。琉球ガーディアンライオンズフォースダウン15、ここでパントフォーメーションを選択します。パントはキックによる攻撃放棄、しかし陣地挽回を図るプレーです。パンターは7番キックです。パントボール、キックをカットされてしまいました。これは大きい。ここでパントを蹴りました。ボールを沖縄ドラゴンズがパントブロック、結果陣地をむしろ交代させる形での攻守交代です。そのキックを止められてしまいました。あの止めた時点から沖縄ドラゴンズの攻撃ということになります。これはライオンズの自陣10ヤードぐらいでしょうか。琉球非常に厳しい陣地となります。沖縄ドラゴンズ、これ大きいですね。相手陣13ヤードからファーストダウンテン。さあセットバックからのアイフォーメーション、ボールスナップルスセンターにすぐ後ろにこれをセットバックという状態に出てます。さあランプレーです。中央へのランプレー、ラストプレー、ナイスです。琉球ナイスです。ここでドラゴンズ中央トップを図りました。キャリアは2番、しかしこれは琉球がチャージし約ノーゲインに抑えております。したがって獲得距離なしでセカンドダウンとなります。この流れを断ち切ってほしいですね。キャリアしましたのはドラゴンズ2番ナンバー2ケレブ・マホー。ドラゴンズ相手陣13ヤードからセカンドダウンペン、2回目の攻撃、攻撃変更シーン残り10ヤード、それからランパソンションでしょうか。ここでクォーターバックハンドオフペイカー自らキープ。しかしこれは琉球がアジャストしほとんどゲインありませんでした。失礼、ゲインは約3ヤードに抑えております。クォーターバックは続いて持って走る選択をして、ドラゴンズ相手陣10ヤードからサードダウン7、3回目の攻撃、攻撃権更新には7ヤードの前進が必要。琉球この7ヤードを止めることができるか。パスでしょうか。左へパス、キャッチしました。スクリーンになりましたね。あっと、これ止めた。ここでヒッチパス、ゴール前一旦リアルワイドレシーバーに持たせて、ね、左のプレーのランプレー、ね、スクリーンプレーという形で前の方向、わずかに攻撃権行使には至っておりません。フォースダウンとなります。さあフォースダウン、これを止めることができればドラゴンズフォースダウン3ギャンブル、盛り上がるガイドル3ヤード前進しないと攻守交代。ショットガンフォーメーション、パスを出しました。8番突っ込む、あっとそのままタッチダウンか、止めたか、止まってます。ギャンブル失敗。ここで中央でランプレーを展開しました。しかしこれを琉球はディフェンス、4回目の攻撃失敗となり攻守交代です。ターンオーバー、あと本当に1ヤード1ですよね。琉球自陣厳しい状況でありますが、攻撃権を奪還しファーストダウン、自分の攻撃に変わります。あ、これで一気に、さあしかし陣地的には厳しいところであります。自陣の1ヤード、そこから挽回していかなければいけません。琉球ガーディアンダイオンズ自陣1ヤードからファーストダウンテン、2点取られるという、1ヤードでも喪失しますと失点となります。
セーフティーと呼ばれるプレーになるんですが、なんとかエンドゾーンは抜け出してほしい。さあランプレー、お、これ中央取った、いけるか、中央へのランプレー、なかなかいいなんですよね。いや、いいですよ、まあ、着実にギア相手ディフェンスを素直縫うように約3ヤードゲイン、キャリアは10番ゴーへ。琉球ガーディアンライオン自陣4ヤードからセカンドアンス、2回目の攻撃、攻撃権更新には7ヤード前進が必要です。パスでいくのかランでいくのかっていう情報伝達をして、プレーに進んでいくというパトロンが重要になっています。セカンドダウン7、さあランプで再び中央へのラン、しかし今度はドラゴンズアンガス1、2ヤード戻されたでしょうか。キャリアは同じく10番の小屋、もうちょっと頑張ってほしい。そうですね、そうなんですよ。ノーゲインでサーダンに変わります。前にライン、ここが止めないとランが出ないんです。オフェンスラインの皆さんにここはちょっと踏ん張っていただきたいと。琉球ガーディアンジャーズ自陣4ヤードからサーダンサブ、残り2回の攻撃で7ヤードの前進を図ります。8ヤードでしょうか、ショットランから左にパス、パスは成功。クォーターバック7番、ワイドレシーバー0番にパスを通し、約3ヤードゲイン。パスを投じましたのはクォーターバック7番藤原、取りましたのは10番新庄。そうですよね、本来ならばキックして大きく陣地を挽回したいんですけど、先ほどのブロックがありますので。先ほどのカウントブロック見事でした。今回は確実にキックで陣地を挽回したいところです。琉球フォースダウン4、パントフォーメーションを選択します。パンター7番の藤原、ここでもラインの仕事が大事ということになります。さあキックでバンカーできるか、危ない、おー危ない、なんとかキックで陣地回復でシーンパットになりました。50ヤードまで戻しています。リターン、リターンです。止められるか、おっと亀山に倒して、おお、まだ走ってます。あ、これはまずいぞ、ただ止められる、最後パンターが飛んだ、あ、おお、かわされてしまった、そのままタッチダウン、タッチダウン、素晴らしいプレーですね。ドラゴンズリターンの1番ナンバーワン、ハントリターンで相手タックル弾き外し、そのまま右を踏め展開、ブロッカー生かし、そのままエンドゾーン確保に立ち合う。沖縄ドラゴンズ6点獲得、立ち合う決めましたのはナンバーワンジャスティン・ガス。もうちょっとカバーチームが抜け出しなければ沖縄ドラゴンズトライフォーポイント、タッチアウトの後のワンプレーです。本日はローカルルールで全て2ポイントコンバージョンとなります。ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点加点となります。相手の猛攻を止めた後だったんですけれどもね、流れをこちらガレーナイルズ送るように思いましたが、このまたドラゴンズ2ポイントコンバージョン、さあ2ポイントコンバージョンです。そのままランニングときます、突っ込む、止めた、中央へのランプレー、これはゴール前止めました。琉球ガーディアンズライオンズストップ。6点止まり。沖縄ドラゴンズ14点。琉球ガーディアンズライオンズ0点。頑張ってほしい。はい、アメリカンフットボールは11人でプレーしますが、オフェンスの選手、そしてディフェンスの選手、それぞれ分かれております。だから今ディフェンスがなんとか頑張っているところなんですけど、ちょっとオフェンスリズムが。そうですね、始まったばかりなので、まだ何か自分たちの得意なプレーを一つずつ出していってほしいですよね。ドラゴンズキックオフ、先ほど得点を挙げた沖縄ドラゴンズのキックオフで試合再開です。さあまた沖縄ドラゴンズのキックオフから始まります。まだこのリターンでいい勝負戻したいですね、長尾さん。そうですね、キッカーはロックが鍵になってくるかなと思います。リターナー2人とも俊足ですので、はい、キッカーは26番26エイブラハム・カシアス。そうなんですね、ランナーの前にブロッカーが飛び出します。このブロッカーが止めてくれないとランナーは思うように走れません。さあ、リターンします、ガーディアン・ライオンズリターン、
けど、これが15ヤード地点で止められてしまいました。ガーディアンライオンズはガーディアンライオンズ自陣15ヤード付近からの攻撃と変わります。三田田は14番の草は失礼、園原です、失礼しました。さて第1クォーターの14対0ということで沖縄ドラゴンズがリードしているところです。琉球ガーデンライオンです。自陣15ヤードからファーストダウン点、徐々に何かいいプレーをきっかけにオフェンス進めてほしいですね。さあ2バイ2ワイドレシーバーが左右に2人ずつ出ています。パスは成功。クォーターバック7番、ワイドレシーバー2番へのヒッチパス。しかしこのパスはコントロールミス。ショートパス。ターゲットは2番ジャケル・ジョンソン。普段であれば普通にゴールモードが取らないと多分想像以上にドラゴンズの琉球ガーディアンライオンズ自陣16ヤードからセカンドアウト点。相手のディフェンダーが目に入ってしまうとね、落球してしまうというところもよくあるんですが、さあセカンドアウト点です。コーナーバックのチェルランディングバック、さあ私はまず中央アンプレーナイスナイスボール。何は黒番相手ディフェンスの隙間を縫うように走り抜け約6ヤードのゲーム。6ヤードのゲーム迷うことなく空いたホールに突っ込んでいく、はい、これがランの基本なので。キャリアは6番タイリス・ギルモア。これだからオフェンスラインもただやり込まれブロックするわけじゃないんですけどね、どの向きにブロックしに行くか全て決まってるんですよ、ね。そうですね、ガーディアンダイオンサーランファイブロックしていくボールオン自陣21ヤード。さあ、サードダウン。はい、これはなんとかファーストダウンを更新したい。ショットランから。かわして、うまい。そのまま、キュービースカンブ。おっと、これ、ファーストダウン獲得です。イエローフラッグが出ましたね。ここで、イエローフラッグ、反則が発生しています。審判団がこのように、フィールド上に黄色いメッセを置きますと反則発生を意味します。黄色い旗を投げます。これがファールがあったということになりますね。おそらく、QB がアナウンスした後にタップルいってるのでベイトヒットではないかなと。ディフェンスの反則です。レイトヒット、プレーが終わった後にヒットしました。この反則は重大な反則として取られます。15ヤードまたい、したがって琉球ガーディアンライオンズ15ヤード前進してファーストダウン獲得です。ガーディアンライオンズファーストダウン攻撃権更新し再び1回目の攻撃となります。きちんとルールを守らない危険ですので、はい、そういうプレーにはしっかり罰則が必要になります。琉球ガーディアンライオンズ自陣48ヤード43ヤードからファーストダウン点。この次のプレー大事だと思います。フィード中央付近からのファーストダウン10の攻撃となります。そのままランニングバック真ん中空いた、そのまま突っ込む、ナイスラン、ナイスラン、素晴らしいですね。ランニングバック10番、初めてから中央突破し約7ヤードのゲイン。走りましたキャリアは10番ゴヤ。7ヤードですかね。サンプラスミドルになるとヘッドコーチはやりたい方がそうですよね。だからこの1回目でどれだけ進めるかというガーディアンライオンズできるだけサードダウンで長い距離は残したくないと。ガーディアンライオンズハーフウェイからセカンドダウン3、攻撃権更新には3ヤードの前進が必要。ショットガンから右にパス、さあ取れるか、パス不成功。さあまたイエローフラッグ飛びました。ここでしかしイエローフラッグ反則が発生しています。ターゲットはワイドレシーバー10番の新庄。この反則の判定を待ちます。ボールが来るまで、まあ、掴んだり接触しちゃいけないですよね。そうですね、意外と後ろから掴んだりとかボールにプレーしていればいいんですけど、はい、ディフェンスバックがしてない場合にイエローが出る。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、パスが宙に浮いている間に相手選手が接触しました。ボール前パスが浮いている間は双方とも接触してはいけません。この反則は重大な反則として捉え反則発生地点まで前進してのファーストダウンです。したがって琉球ガーディアンライオンズファーストダウン
攻撃権更新。先ほどの位置から15ヤード先で進むって形ですかね。そうですね、はい。琉球ガーディアンライオンズ相手陣に入りました。これは琉球相手陣37ヤードからファーストダウンです。さあファーストダウンで敵陣の37ヤードからの攻撃です。ドラゴンズナイスディフェンス。ここで中央へのランプレーを琉球図りましたが、ドラゴンズこれをアジャストし中央へのブリッジ、したがって琉球約そしてノーゲインとなります。ラインバッカーもう初めから次のプレーを見越して突っ込んでくる。失礼しました。そうですね、チェーンの判定が遅れておりますが約5ヤードほどロスしております。最前線まで一気に来てタックルしたって感じですね。琉球セカンドダウン15、攻撃権更新には15ヤードの前進が必要。15ヤードといったところでしょうか。さあセカンドダウンです。パスはインコミットを成功、きっちりカバーを防いでましたね。ターゲット86番、ミドルゾーンに走り込みパスを取ろうとしましたがこれはカバーされパス不成功でした。ターゲット86番は 南宮南宮です。攻撃権1つ喪失しサードダウンと変わります。さあサードダウンの攻撃になりました。かなりロング残ってしまいましたね。琉球ガーディアンライオンズサードダウン15、16ヤードぐらい残ってるでしょうか。ボールオンは相手陣43ヤード。そうですね、まあ、パスを投げたいところなんですけど、あえてそこでドロープレーだったりとか、はいはい、ランジに切り替えたりっていうことができます。ここで琉球前半1回目のタイムアウトを取りました。フォースダウンの攻撃を考えないといけないところが、まあ、難しいところであるんですけど、あ、失礼しました。ここで第1クォーター終了です。あの人は大根かな。はい、これで第1クォーター終了でしたね。そうですね、今第1クォーター終わりまして琉球ガーディアンライオンズ0点、沖縄ドラゴンズ14点、コートを入れ替え第2クォーターに移ります。